前回の動画では中野大江の王子や中富の鎌足が中心になって行った政治改革、大化の改新について話をしてきました。そして大化の改新の中では改新の御琴りというのが出されて、大きな4つの方針が示された。その後も中野大江の王子は天智天皇として即位、さらにその後天武天皇が継いでいくんやけど、 まだまだこの「みことのり」で示された内容すべてが実現するような状態ではなかったよねまだまだちょっとずつ改革を進めていくという状態だったんですそのすべてこの「改審のみことのり」に書かれたようなことがすべて形として全国に広がっていくのは七百一年大法律令というのが出されてからなんです 今回の動画では701年に出されたこの大法律令とそれによってどういった改革が行われてたのかこれを順番に見ていきたいと思いますそれじゃあまずそもそもこれまでの動画にも何度か出てきたこの律令っていう言葉やねんけどこれは何かっていうと中国 これは隋の時に誕生したやね隋の時に始まって朝鮮半島に伝わりそして日本にも伝わってきた東アジア独特の法律の仕組みですそしてこの律令っていうのはそのまんまやねんけど律と量からできていますこの2点セットになってるわけねで律と量それぞれ何かっていうと律は今で言ってしまえば刑法にあたります 刑法なので、ま例えば誰か人を殺しちゃいましたとか強盗しましたってなったらもちろんみんな捕まるね。えどういう罪に対してどういった罰を与えるかえそれについて定めたのがこの「律」になりますそれじゃあこっちの「量」はどうなるうかっていうとこれは今でいう行政法です 行政っていうのは、お役人の仕事やね、政府とか、あと地方で言うと、県とか市とかのお仕事です。そういった国とか、県とか市とか、それについての組織と仕事を定めたのが、行政法、寮になってきます。この律と寮がしっかり両方とも揃った形で、初めて日本で出されたのが、この七百一年の大法律令なんです。それじゃあ具体的にこの大法律令によってどういうふうに変わっていったか。 それを順番に見ていくことにしましょう。まず一つ目は、この改心の御琴のリで言うと2番目にあたる中央地方の行政組織を整えるというものです。中央と地方、それぞれで行政の組織っていうのが作られました。まず中央の仕組みについてないけど、 これは中学校の歴史ではそこまで細かく押さえておく必要はありません。大体こうなっていたんやなていうのが分かればケ、OK、ーです。どういう仕組みになっていたか。まず2巻8章の言葉からも分かる通り2つのっていうのを置きました。これは妥協官と人義間と呼ばれるものです。妥協官は今で言ってしまえばちょっと難しいかもしれんけど内閣みたいなもんです。 内閣総理大臣首相っていうのがいてその元に大臣がいて内閣を作っていますとまあ太政官もそんなに大臣は多くないんやけど太政大臣左大臣右大臣っていうのが話し合いで大きな政治全般についての方向を決めていきましたえそしてその元にこれも今でいう国土交通省とか文部科学省とかいろんな省があるやね ああいった章と同じように、それぞれの業務、仕事の内容に合わせて、章っていうのが置かれていたんです。中塚章とか、式部章とか、いろんな章が置かれていたわけね。そして、この政治全般についてとは別に、もう一つの勘、人儀勘、神様についての仕事、神を祀る仕事だったり、宗教についての儀式だったり、そういったものを執り行う人儀官というのが置かれました。 この2巻発祥によって中央の政治の体制というのは整っていったんですそれじゃあこっち地方はどうなっていたかっていうとまず全国を大きく国に分けましたそしてその国のトップに国士というのが置かれます今で言うと知事さん都道府県の知事さんみたいなもんへね全国を国に分けてその国のトップを国士としました えそしてさらに今で言うと都道府県ってさらにその中には市町村っていうのがあるよねなんとか市なんとか町っていうのがあると思うんやけどえそのトップとして軍というものを置いて軍のトップに軍師というものをつけましたでさらに軍っていうのも細かく分けることができて里というものが置かれて里長里長っていうのが置かれたよねまなのでそれぞれの地方全国っていうのは 国が置かれてさらに国を分けて軍が置かれて軍をさらに細かくして里というのが置かれましたそれぞれのトップに国士軍事李長というのが置かれてこれによって諸国っていうのは管理をされていたんですそしてさらにこの全国共通の仕組みと合わせて用地要は大事なところには別の役職が置かれました ま分かりやすいのは都に京式というのが置かれたりもともと都があった浪速の方に摂津式というのが置かれたんやけど全く新しく北九州に太宰府というのが置かれますえこれは今の福岡辺りになるわけねでこの太宰府は北九州に何で置かれたのかっていうと のいい人は分かると思います北九州は九州の北の方なのでやっぱり朝鮮半島とか大陸と地棺やね前回の動画でも紹介した白孫江の戦いです白隙の絵の戦いのあとかなり日本っていうのは中国大陸の勢力を押されていましたもしかしたら唐とか朝鮮半島の国が攻めてくるかもしれないとそれを防ぐために朝鮮半島から一番近い北九州に太宰府というのが置かれたんです こういった形で中央と地方、それぞれに行政組織が整えられていくことになりました。それじゃ続いて二つ目、この改心の御琴ノリで言うと、ま1番と3番を合わせたような内容です。高知公民性とそれに基づいたハンデンの方というのが敷かれます。ハンデン州の方、これ前ちょっと話したかもしれませんけど、 戸籍に基づいて区分点を割り当える制度です。6歳以上、子供にも与えるよね。6歳以上の男子には2段、女子にはその3分の2の田んぼが与えられました。そしてその田んぼに基づいて、こっちの税っていうのが課されていたわけね。で、これだけ聞くとなんかイメージがわかないと思うので、ちょっとこの2段ってどれくらいかっていうのを考えてみましょう。 この2段っていうのはだい大体今で言うと 20R ぐらいだとされています R って算数でやったの覚えてるかな面積はどれぐらいになるかっていうと 1R は10メートル ×10 メートルなんです10メートル ×10 メートルこれが 1R ですかなり大きいよね6歳以上の男子には2段 20R ぐらいが与えられるので これが一人当たり二十個与えられたわけです。めちゃくちゃ大きいよね。なので、例えばちょっと家族を考えてみると、お父さんいますよと。お母さんいますよと。お母さんはちょっと髪が長いね。お父さんもハゲていますと。で、そこに息子が二人いたら、こういう家族やったとしたら、全部で二人とも六歳以上やったらするで、お父さんが二十 R、ちょっと色を変えようか。 お父さんが 20R、息子たちも 20R、でお母さんは2 3分の2なので、大い体い 13R ぐらいかな。全部で 73R になるんです。すごい広いよね。10×10 10の 1R が73個分をこの人数で見ていかないといけないと。なので、かなり反連集中の方で与えられる区分年というのは大きくて、 大変。それを扱っていくのはやっぱり大変やったわけです。まあでも、このハン収受の方が引かれたことで、戸籍に基づいて、え、高地公民の部分ね、戸籍に基づいて区分田が与えられたことで、全国の土地が整理をされて、さらにそこから税が集まる。国の中心に税、つまりお金と力が集まる仕組みっていうのができてきました。それでは次、税の制度。これは、えっと、 会心の見事の理由と四つ目ね、税の制度としてどういうものがあったかということです。大きく税は四つ挙げられます。そしてそのうちの一つ目は、やっぱりこの区分殿から取れる稲に対しての税、祖というものです。毎年決められた量、区分殿の大きさに応じて稲を納めないといけませんでした。そしてこの祖だけじゃなくて、要徴、増用というのもあるんやね。まずこの要、 ちょっと難しい字を書くんやけど「用」っていうのは都での労働10日間に代わる米やのとなっていますえ、これはどういうことかっていうとまともとは都で10日間働いてくださいよというのがあったわけやねんけどまさすがに地方の人例えば東京の方から都に行って10日間働くって 移動の方が当時だったら多くな,りますなのでその労働10日間に代わる分だけ米とか布を納めてくださいとそういう税があったんですそれのことを用と言いますよとそしてそれに加えて蝶という絹などのそれぞれの地域の特産物を納める税もありましたこの大きく3つが蝶、用、蝶という納める系の税なわけね そして最後、これは増用という税で、ちょっとこれは特殊です。これは何でしょうかっていうと、それぞれの地域、その人が住んでいる国主のもとで60日間働くこと、これが増用になってたわけね。当時の税の制度、大法律令では、素、要、超、増用という4つが定められていったんです。そしてさらにそれに加えて、兵役っていうのも出てきます。 大体成人の男性20歳以上の男性の3分の1とか4分の1くらいが兵士として労働をしていましたもちろん1人の人がずっと兵士をしているわけではないので 大体年の三分の1とか四分の一を交代で兵士として働くそういう感じになっていたんですその兵役の中兵士として働いている人の中から特に都の警護に当たる人をエジと言ってエジに就く人も中にはいましたよとさらに場合によっては北九州さっきの太宰府に行ってそこの防衛に当たる この防人とか言って先盛りと呼びます先盛りと呼ばれる役職も作られましたこういった税だけでなく成人の男性は平気に就くことも課せられたんですまあなのでちょっとより具体的なイメージでまたこの家族を使って考えるとまず祖とか世を治めるためにみんな農業とかもしくは家で布を作ったりそういったことをしないといけないですよとただし え、増用という税があって、え、このお父さんとか、まあ場合によってはお母さんも年間60日働きます。まあなので年の1 6分の1に当たるわけやね、大体。そしてさらにお父さん、成人男子については平益で年の1 3分の1とか1 4分の1出ていかないといけないので子供からするとお父さんは年のま大体 半半分分ぐぐららいいい多はおらんわけね。お父さんは増用とか平気に言っているわけですそして残りのこのお母さんと小さな子供たちであれだけ大きな 73R の田んぼを耕さないといけないとまあなので当時の人からすると当時の農民一般的な人からするとこの税の制度や平気というのはかなり重かったんじゃないかなと考えられますまあでもこういった制度が701年の大法律令によって 本格的に整っていったことで日本も天皇中心の律令国家として成立していくことになります。